ライオアトゥルー、あなたは信じる、巷に転がる都市伝説紹介中。どうも、コイッキーでーす。アンバサダーのトエです。はい、今日は何ですか？今日はですね、はい、怖い回です。怖い回をトワ君テラやるって珍しいっすね。いやいや、こう見ても僕一人の時はよく怖い回やってたんですよ。うんうんうん。というわけでね、皆さん深夜番組お好きですか？おお、好きな人多いんじゃないですか？そうですね、コイッキーさんもよく深夜にショッピング番組見てらっしゃいますね。いや、たまたまつけててやっててあ、これ欲しいなって買っちゃうことあるけど、はい、それを楽しみに今日も見るぞって言って俺へんよというね、いろんな番組がやってる深夜なんですけど、まあ、僕もアニメとかを見たりするわけなんで、はいはいはい、まあ、コエスターもね、オタクばっかりなんでね、よく深夜のアニメ見てると思うんですよ。何その悪口言うたの？でもですね、まあ、最近はですね、まあ、この今見てる YouTube だったりだとか、まあ、あとあの Hulu だったりだとか Amazon プライムだったりとか、まあ、そういうサービスもね増えたんでね、はい、意外に深夜リアタイで見るよっていう人も減ってきたんじゃないのかなとも思ったりするんですよね。まあ、確かにアマプラなんかもうめちゃくちゃ入ってるしね。小池さん、めっちゃ映像のサブスク入ってますよね。入ってるよ。 FOD も入ってるし、ネットフリーも入ってるし。おお、そういう風に深夜とかコンプラを地上波ほどやっぱ厳しくせんでいいんで、ゴールデンタイムのほど、うん、ちょっと緩くなっちゃってるみたいなイメージあるじゃないですか。そうなの？そうなんですよ。え、いや、なんかほら、深夜番組がゴールデンに進出したらちょっと面白くなくなっちゃうみたいな例ってあるじゃないですか。まあまあ、視聴者の層が違うからね。そう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 、うん、やっぱ深夜ってのは深夜見れる人だけが見てくれるんで。当たり前や。ちょっと緩いんですよね。じゃあ当たり前やそれ。え深夜っていうのは深夜見れる人は別に当たり前や。子供とかは見えひんよって。だから深夜っていうのは大人が見やすい時間だからってことでしょ。そう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 、うん、そういうことなんやけど、うん、これはですね、まあ、以前あのドラえもんのね、藤子先生がお亡くなりになった時とかも流れたっていう、行かなきゃっていうような幻の回あったじゃないですか。あ、こちらですね。そう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 、はい、まあ、こういう都市伝説のようなお話なんですけど、うん、実はこういった番組があったんです。死を予告する深夜放送。およそ15年くらい前、まあ、2005年くらいのお話らしいんですけど、うん、とある男性が見たよっていう証言してるんですが、うん、この男性、まあ、仕事から帰ってきて一人で晩酌をしながらテレビをダラダラ見てたんですね、うん、お酒も回ってきて気づいたら2時半、テレビも、まあ、こういう風なカラーバーが出てくる時間帯になってくるわけなんですよ。ちょ、なんで今巻き舌だったの？カラーバーですか？うん、カラーバーが気になってちょっと俺は入ってけへんねんけども、このカラーバーが出たら、まあ、普通の人だったら、あ、じゃあそろそろテレビ見るのやめようかと、そろそろ寝ようかなと思うわけじゃないですか。そろそろテレビ見るのやめようかって番組やってんけど選択肢としておかしくない？いやいや、ほらちょっと酔いが回ってるから、おお、カラーバー出たわ、テレビ消そうかなって思ったら、その時にテレビ切り替わったんですよね、画面が映し出されたのがこちら。ゴミ山のような、ゴミ処理場のような映像が。何つって今ちょっと怖い話をしてるんで、いやいや、突っ込まないでほしいんですよね。聞き取れないんだよね。テロップ出てるから。何やねん、ゴミ処理場のような背景が背景に映し出されました。背景が背景に映す。じゃあもうやめて、もうちゃんとやろ。で、まあ、この NNN 臨時放送という番組タイトルが表示されて、うん、映画のエンドロールのように人の名前がつらつらつらって出てきたんですね、うん、まあ、年齢も出てるんですよ。だからカッコ何歳みたいな。はいはい。で、最後に低い男性の声で、アクセル犠牲者はこの方々です、おやすみなさいという読み上げがされて、まあ、終了したんですよね。ほんま？いや、これほんまの話にしたかったんけど、ホイッキーさんがなんか言うかな、すげえ嘘話してるみたいな空気になってるよね今。で、まあ、それ以来深夜放送がトラウマになって、お酒も飲まなくなり、生活に勤しむようになって。生活を勤しむってどういうことですか？真面目に生活するようになったんですよ。で、真面目に生活するようになって、まあ、男性は毎日をちゃんと生きようということで、まあ、無事出世したそうなんですけど、そんな突然明日死亡する番組を見たら、まあ、めちゃくちゃ怖いじゃないですか。明日死亡？そう、明日の死亡者が急に。何、太るの？いやいや、いやいや、分かりにくいな、その死亡と死亡をかけるっていうので、皆さんはどうするのかっていうような感じの締めをしたかったんやけど、もう全然締まらんから次行くね。砂嵐の中から見てくる男。まあ、これ決してクロコダイルさんのことじゃないんですけど、まあ、どういうことかと言いますと、これもまたですね、 NNN 臨時放送がまあお送りしてくれた番組なんですよね。いやいやいや、またかいな。はい、このトリプル N 臨時放送は結構都市伝説界で有名なんですよ。何トリプル A みたいに言うの？これはですね、まあ、10代あ、やばい、死ぬやん死ぬやん死ぬやん。桜テレビか。デメ側やんそれ。分からへんから、スノートって。はい、ということでですね、はい、10代の視聴者の方はもう知らないと思うんですけど、うん、テレビって定期的に砂嵐映してたんですよ、うん、砂嵐ってアナログ放送だけの文化って知ってました？もちろん。僕今回初めて知ったんですよ。え、なんで？これ今砂嵐ないんだと思って、うんうん、だからもうやんだ人ごっこできないじゃんと思って。ちなみになんでその砂嵐がなってたか知ってるよね？え、なんかアナログのノリ。
え、ね、ノリってなんなの？なんでか知ってるよね。知らない。昔さ、デスクトップパソコンとかもそうだけど、スクリーンセーバーってあったやん、はい、あれは画面がブラウン管のその焼き付かないようにするために常に何かを表示させとくわけね、うんうん、それと同じよ、うん、液晶の文化になっていくにつれてなくなっていったよね。貞子の時って砂嵐から出てきたよね。そう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 。だからあいつデジタルと共に死んでったんかな。そういうことや。もう出られへんくなったよなとか、始球式とかやっとったけどな。まあいいや。はい、というわけでですね、この砂嵐テレビのザーということでおなじみなんですけど、うん、これはですね20年ぐらい前の話なんですよ。はい、まあ、ある女性がですね、まあ、内職をしながらテレビをねながらでね見てたわけなんですよ、はいはいはい。まあ、うちのおかんもようやっとったわ、うん、今思うとあの内職を手伝わされたことがあって、うん、全部終わってようやく50円とかもらえたんですよ僕。え、あの違法労働やったんちゃうかなって今思ってるんですよ。違法労働内職ってめちゃくちゃ安いじゃないですか、はいはい、めちゃくちゃ安いのを2時間とか手伝わされて時給25円で働かされるっていう、あの闇のようなことが昔ありましたね。すごいやん、ペリカやん。いや、そうやね、うん、で新聞を1階から4階まで届けても、うん、僕50円もらえたんよ。え、そうだから、うん、新聞のやつめちゃくちゃ率先してやってた。時給がいいっていうことで、割がいいってこと、ね、そうそう、気づいたってことで、うん、闇のような仕事もあったんですけど、そんな何の話してる、そんな内職なんですけど、はい、気づいたらまた午前3時ぐらいになってたんですよ。あ、まあ、都市伝説界の定番時間、牛蜜時という時間ですね。2時ちゃうかったっけいや、いいのよ、2時から3時やから。で、まあ、内職の片付けも女性もさすがにしとったわけで、プツッと突然ねテレビが消えたわけなんですよ。うわ、どうしたんやと思ったんやけど、テレビってそういうことよくあったんで、昔はね。そっから砂嵐状態が始まったんですよ、うん、ザザザザザーって。で、まあ、テレビを消そうと近づいたら画面をね、まあ、見るじゃないですか、はい、見た時にそこに緑の顔の男が映ってたんですよ。ミュータントタートルズアニメじゃないんで。あ、違う、はい、で静止画のようにも映ってるようにも見えるし、ちょっと瞳とかが動いてるような見えるような、すごい不気味な男性の緑の顔が映ってたんですけど、それを見てたら目がキョッて動いて目があったんですよ。もう女性は恐怖で凍りつく。でさらにこちらに何かを向けてこの男性がこうわわわわって話し出したんですよね。そこで何を言ってるかは全く理解できなかったそうなんですが、まあその後、まあ、無事テレビを消すことができて、その女性は何もなかったそうなんですが、このエピソードって動物の森のこちらの画像の深夜3時33分に宇宙人が映ると言ったこの伝説はこの都市伝説から来てるんじゃないのかとも言われたりしていますね。なるほどね。ということでですね、この NNN なんですけど、このトリプル A でもね実在するんです。どういうことかというと、まあ、テレビ局って、まあ、いろんなねコードというか、まあ、いろんな名前があるんですけど、 NNN っていうのは日本テレビニュースネットワークのことなんですよね、うんうんうん、つまり日本テレビのニュースの略なんですよ、はい。まあ、日本テレビって言ったら、まあ、我々アニメ業界でいうところの名探偵コナンだったり犬夜叉だったりするわけなんですけど、はいはい、テレビ界の4番みたいなテレビ局じゃないですか。テレビ界の4番ってそんなチャンネルないから、別に4番もクソもないんちゃうでですね、なんでこのような都市伝説が立ったのかっていう、はい、話がありまして。なんでですか？なんでかっていうと、うん、過去最悪の墜落事故。これ小池さん昔見た言うとった JAL の123、そう123便のやつなんですけど、うんうん、犠牲者の名前を読み上げるということがあったんですよね、はいはいはい、やっぱり500人以上の名前を一人ずつ、田中太郎さんとか山田太郎さんとか言ってたら、うん、太郎さんめちゃくちゃ多かったの、ちょっと差し支えのない名前を読まないといけないから、そうそう言うとったらすごい時間かかるんで、それが10分ぐらいね報道されたわけなんですよ、はあはあ、すごいそれインパクトあるじゃないですか、うん、テロップに出して名前を読み上げるって、それが永遠に流れてる状態っていうの、そのインパクトがあったんで、このさっきの NN 臨時放送の明日の死亡者はあなただよみたいなのの話に繋がったんちゃうのかって言われてるんですよね。だから記憶が適当にごちゃごちゃごちゃってなったっていう。またこれローカル番組なんですけど、実際に死者の名前を読み上げる時の番組が存在するんですよね。これ栃木県のテレビで放送されてるんですけど、お悔やみという番組があるんですよ。なるほど。このお悔やみは、まあ、次の日の新聞のお悔やみ欄に載る方を5分番組で名前を読み上げるだけの番組なんですけど、うん、どっちかというとその明日の死亡者の方ですみたいな話に共通してるじゃないですか。ああ確かにね、そのお悔やみ欄に乗る方なん で、うん、でそれを見た時の、まあ、旅行かなんかでたまたまテレビつけてやってたんですかね、うん、見た時のインパクトがすごすぎて、まあ、ちょっと覚えてしまって誤った記憶になったんじゃないのかとか言われておりますね、うんうんうん、昔はねお悔やみそれも読み上げもあったし、うん、新聞にも載ってたんでね、うん、昔はそのネットとかスマホとか当然なかったんで、うんうん、その遠くの親戚とかたまたま知り合いとかがそれに分かることがあって、そうです、ね、連絡が取れるようになるっていうことが目的であったりしたからね、まあ実際ね今もそういった大きな事故とかがあった時はまだ名前読まれるんじゃないですかね。大きい事故はね一般レベルでもあったんで。ああなるほどなるほど、うん、でまあこれ東日本大震災の時もやっぱり似たようなことがありま
して3.11 な。そうなんですよ、うん、この時も基礎見るの辛いからって言って見るのやめちゃったっていう人もいて、うん、ただやっぱこの時代ネットもすごい発展してるんで、うん、ネット上にも死亡者のリストとかがあったりするんですよね、うん、実際に、うん、まあ、それを見るとやっぱりすごい重く感じるものがあるというか、うん、まあ、なかなか難しいなと思うんですけど、うん、そういったまあサイトがあるっていうのはさっき小池さんもおっしゃってましたけど、うん、自分の近しい方とか亡くなったとしても情報分かんない時があるじゃないですか、うん、それは分かるためにあるんじゃないのかっていうことが言いたかったことなんですけど、そうでしょ、はい、まあ、そうだと思うんですけど、はい、何これ何これ、まあ、ということで、まあ、そういった話から最初のゴミ山の明日の死亡者ですよっていうような NN 臨時放送は生まれたんじゃないかっていうことが言われております。というわけでね、今日の都市伝説いかがだったでしょうか。一番最初の出だしをミスったのが一番の失敗だった気がしますね今日はね。はい、というわけで本日の鳥肌スコアは86ですね。なんで本日の鳥肌ポイントは緑の顔の男に関しては本当によく分かってません。まあ、ディスマンみたいなもんなのかもしれませんね。それでは See you。 すごい終わらせようとするやん。やっぱりね、このポケモン界で最強って言ったらドイツのイメージですか。いや俺ポケモン詳しくないから分からへんけど、はい、やっぱりミュウツーとかちゃう。わあ、やっぱそうなんすよ、うん、今日はねこいつら最強なんやでっていうのを紹介するかい。1位着ぐるみ、2位おっさん、うん、でこれもおまるやろ、うん、ポケモンどないしたの。